FM ルイシンド FM ルイシンド DJ のルイシンです。先日もう4日ぐらい前かな、アイカアートプロジェクトのプレゼンテーションがあったんですね。あの町役場の方とか一般市民の方に対して、アイカアートプロジェクトでは町の補助金を申請してですね、アイカ町の方からあの補助金がをもらえるように申請をしていたんですね。それでその申請のためのプレゼンテーションが4日前にあったわけです。それそのプレゼンの内容を、今回放送したいと思います。あのプレゼン自体をやったのは八津さんっていう方で、あのアイカアートプロジェクトのメンバーの方なんですけれどもね、私の声ではないんですけれども、私の考えも入ってるというか、テキストを作ったり、まあ、資料作りなんかもしてましたんで、私の考えも入っているということで、この後プレゼンテーションの内容を放送したいと思います。たくさんの人にね、アイカアートプロジェクトのことを知っていただきたいということもありまして、あのぜひとも興味を持ってもらいたいと思います。ではプレゼンの方に移らさせていただきます。本日も新規をお越しましたアイカアートプロジェクトです。私は本プロジェクトのホームページを確認になってしまいます。さて、当プロジェクトの活動内容は対象とします年齢層や内容、そのものが載っておりますので、あらかじめ皆様にご覧した資料活動内容を伝えておりますので、そちらの方を各自ご確認ください。この場合はこれまでもお祭りを催し物といったものと内容がどう違うのか、それについてお話しします。続いて活動方針の多少内容と来年度の事業見通しを中心にお話ししたいと思います。ではこれまでの催し物と総理ですが、当プロジェクトを特に申しますならば、そういう受け方と相当ですが、この町をこの町ごとにいらっしゃる方はどれぐらいでしょうか。森や林、川崎が自然に生まれていること、歴史ある奇跡や町並み、活用するには十分すぎるほどの広大な敷地、この町には良い部分がたくさんあります。ついつい交通公共機関や道路も整備、産業の発展だけでこの町の良し悪しを判定してしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。森や自然などの豊かさを日常的に過ごしてしまいますと、その魅力や恩恵を忘れてしまうものでしょう。この町の場所をさらわれようとしている歴史や自然の恵みそのがどのように生かし、人々に伝え、そして活用していくべきなのか、今の環境を保全した活性を目指しました。具体的には町の障害が怖く、町の魅力をよく知らせる方々に力を入れて、町にある人の建物や広大な敷地を利用し、自然や歴史文化に触れ合ってもらうのを提供し、その場所で子どもたちには文化的な相談活動、大人には音楽や絵画の芸術鑑賞を行っていただくことにしたのです。この一連の創造的文化活動を通して参加していただいた町内の方々が町の良さを再発見していただく、また町外の方にはアイカ町の魅力をより知ってもらう、そういう効果を期待しています。環境を破壊せず今ある姿を活用し、発展する道を模索するには今の子どもたちの大人になるの活動を止めなければいけません。この活動を10年以上の期間にわたって実施することで、子どもたちの将来、社会人などに少々不便になる、でも町を愛し誇りに思う、環境がいい、子育てするには良い場所だ、心からもっと生まれたい。我々が目指す町の将来像は、人口の減少を抑え、環境を保全した産業の発展、住民にとって安心した町づくりとなることだと思っている。またそうなってほしいと思います。文化芸術の教育的活動を通し、町が活性するためなど、他の団体とも広く協力を呼びかけ活動を進めていきたいと思います。本年は住んでもらったからすぐにその効果が期待できるものではありません。
地道な活動を通し10年先を見据えて計画しています。さて来年度の事業見通しですが、差し当たって補助金が終了する来年度は今年度申請したような大額な内容が一旦離れます。地道な活動を展開していきます。一例ですが、こちら見ていただくと分かるんですが、商店のシャッターをカンパスに立てて町の子どもたちと美術学校の学生さんたちと一緒に描くシャッターという地元産業での子供たちの活用で、子どもたちが自分たちのために手すきの卒業証書を作るなど一生の思い出になっています。他にも様々な活動をしています。無論音楽会など一定の場所があれば活動を継続して実施しています。話は外れますが、常に発行されています管理者選手ホームページ、ブログに対する反響反応が非常に大きく、皆様がこの活動に対して大きく期待してらっしゃったと思います。最後に、利益芸術がこの町の活性には有用だということをお伝えしておきます。過去に行われております日本最大アートトリエンナーレ、一号つまりアートトリエンナーレにおいては、暗い層になった村や水田に美術作品を展示しまして、それを見に観光客を訪れる、観光客が商店飲食店に入る、街が活気づく、新規転入者が現れるという好循環を見ました。なお、当プロジェクトのです、ね、メンバーが、前日のアートトレーナーの参加作家、みんなの先生を指定する、手書き作り教室に主催していらっしゃる方とか、学生としてボランティア活動の経験のあるものがメンバーになっておりますので、街に技術を通して街の発展にご賛同くださるようよろしくお願いいたします。ちょっと長引いてしまいます。